はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、僕のだんだんと出来上がってきたこのカフェスペース、カフェ部屋に、いよいよね、棚をつけまして、コーヒー器具を飾っていこうと思います。いよいよ、やっとね、やっと飾れるここまでの道のり長かった。まあ、せっかくね、こんだけコーヒー器具いろいろあるわけですから、まあ、今までほんと飾りたかったんで、よし、つけよう。まあでもほんと壁紙いい感じになりましたね。こんだけぼかして背景として使う分にはすごくいいと思うんですよね。よく見ると、近くで見るとね、線が入ったりするんだけど、こうやってほら、あんま分かんないでしょ。で、ここにさらにね、棚とかコーヒー器具とか置いていけば、より目立たなくなると思うんで、よし、完成が見えてきた。頑張ろう。よし。はい、というわけで棚の前に来ました。とりあえずね、今日はこういった、木材を用意しまして DIY もしていこうと思ってるんですけども、先にね、こっちを紹介します。はい、こちら、無印良品の壁につけられる家具のシリーズの棚ですね。いくつかね、形とかサイズとか、色とか、種類があるんで、こんな感じで揃えました。まあ、元々は僕は無印良品ってあんまり馴染みがないお店だったんですけど、就職で京都に行ってからですね、まあ、近くにあったのと、まあ、やっぱ大人になって化粧水とか乳液とかちょっと気を使った方がいいかなと思い始めて、買うようになってからね、寄ると、まあ、目につくじゃないですか、こういうので、いいなと思ってて、まあ、いつか使いたいなと思っていたんですよ。まあ、今日はね、ここにつけていこうと思います。多分色味のバランス的にも、まあ、青系の壁にね、このオルナットの深めの色合うと思うんで、まあらかじめね、こうやってレイアウトをある程度考えておいて、まあいいかなというところまで来たんで、こいつをこのまま貼り付けていきたいと思います。うん、まあこの辺かな、この辺、あ、まあまあいいかな、このくらいでいくか。よし、 OK、 じゃあつけます。大きいのとちっちゃいので固定金具が違うみたいなんですけど、まずはこの説明書をこの壁に貼れと。これが要は取り付け用のガイドの役目を果たしてくれるみたいです。そしたらフックをここに合わせてピンで留める。結構硬い壁、よいしょ、うん、押すやつがありました。これで、お、いけたいけた。それでも結構力いきますね、これ。よし、これで OK、全部入ったはず。よし、OK。そしたら棚をここにくっつけると。また。あー。垂直に下げるとなかなか難しいぞ。よっ、脚立を使おう。硬いよ。あ、ついてんだこれ。あ、なるほどね、フックに引っかかってるだけと。実はね、以前、玄関に、鍵を置くスペースを作ろうと思ってトレータイプの、まあ、ちっちゃいやつをね、置いたことがあったんですけど、それはね、結構ガコッとはまるタイプだったんですよ。これはね、違うみたいだね。フックがこうなってるからここへ引っ掛けるってタイプみたい。あ、でも、あ、しっかりしてる。耐荷重は約3キロ。めっちゃ体重かけちゃったけど危なかった。でも結構しっかりしてますね。おお、いいじゃんいいじゃん。じゃあこの調子で、こいつらもつけていきましょう。一つ問題点は、紙が、この説明書がガイドになってるんだけど、この紙重すぎてマスキングテープとか剥がれやすいので貼ってくださいって書いてはあるけど、貼るとね、落ちてくるんだよね。もう何重にも貼るしかない。もうちょっと紙を軽量化してほしい気はする。
デフションよし、オッケー、でっかいのは全部つきました。今度はちっちゃいのをつけます。ちっちゃいのはね、あ、さっき話してた、あ、これですね、完璧にまっすぐな状態を保ちつつピンを刺す。あ、いけたいけた。これはピンが細いから刺しやすいですね。で、残り4本を、あ、落ちちゃった。構造としてはこっちの方が複雑ですね。いろんなピンをいろんな方向に刺して、固定している感じ。よっしゃ、オッケー。で、こいつを合わせて落とすと、こっちはカチッて言うはず。よいしょ、あ、いったいった。あ、オッケー。これはね、上げてもそんなに、動かない。やっぱ細い方は曲がりやすいから予備が1本入ってるようですね。太い方、大きい方はね、入ってなかった。本当に普通のちょっと太い画鋲並みの、よいしょ、細さだから。これはね、繊細さが求められますよ。よいしょ、よし、OK、できました。まあ、こんなもんでしょう。うん、ちょっとバランスどうかね、多分大丈夫だと思うんだけど、一応いろいろ揃えて、少しね、ここが空いたように見えるかもしれないけど、ここに要は物を置いて、でこっちに増えるんで、多分ね、物を置けばバランス良くなるはず。置いてみるか。はい、まあ、例えばですけど、こんな感じとかね、まあまあまあいいんじゃね。地震とかはね、ちょっと怖いけどね。まあでもそんなこと言ったら、こんなもん飾れないしね、こんな棚ねつけられないし、そこはまあ自己責任だったり、下にちょっと粘着性のあるマットを敷いたりとかも、まあもしかしたらありかもしれないですね。とりあえず、まあ、仕上がりはいいと思う。はい、じゃあこのままの勢いでこちらの壁にも、棚をつけていこうと思います。これ以前ミンネっていう雑貨通販サイトで買った、ウォールシェルフ、画鋲でつけられるタイプなんですけど、まあ白、茶色、赤で青い壁でいいかなと思って、こっちがね、あの茶色いやつで揃えてるから、こっちはちょっとカラーで遊んで、ここにはドリッパーを置こうかなと思っております。どう見える？まああんまり大きさのセンス、ないので今後またちょいちょい調整していこうかなとは思ってるんですけど、まあまあまあいいんだね。で、実はもう一つですね、用意しているものがありまして、こちら、ドローアラインと言います。線を引くっていう意味ですね。まあ早い話、超絶おしゃれな突っ張り棒です。かなりね、マットな質感で手触りも良くて、結構太めのこの突っ張り棒を棚を作りたい場所にこう伸ばして、これまっすぐになってるかな。で、この留め具で留めます。これもね、なんかゴールドだけどすごく高級感があって、いやらしくない感じでね、すごくいいです。で、マットなね、この柱と、すごいいい感じ。で、この状態だとまだ突っ張れていないので、こうやってひねることによって柱を伸ばします。よし、いいかな。はい、こんな感じでラインをドローできました。で、これが基本の、まあ、棒の突っ張り方で、あとはね、こういったテーブルを、ここに入れます。確かに他にもハンガーをかけられるフックとかトレーとか、ライトとかね、いろんな、まあ、これを基本としたバリエーションがあるみたいで、まあ、とりあえず僕はこれを買ったんですけど、いろいろカスタマイズはできそうですね。こいつを入れます。よいしょ、なんかすごいね、本当にただのパイプなのに、なんかめっちゃ高級感あるんだけど。YouTuber の動画マジックだけじゃなかった本当にね、おしゃれよこれ。合わせるの難しいな、これ。うちね、天井高いんですよ。本来であればね、2人いた方がまあやりやすいかもしれん。どうどう、はいで、よし、まあこんなもんかな。よし、 OK、 一
かな。うん、まあそこそこ上出来でしょ。よし、できた。あ、できないわ。この後こっち側に DIY もして、自分で自作の棚をね作る予定なんで、ちょっと動画なくなってるから分けますか。とりあえず既製品というかね、買ったもので、作った棚こんな感じになりました。動画に映る範囲で言うとこんな感じかな。はい、まあ後ろがねボケてるんでそこまではっきりとは見えないんですけれども、まあ、むしろいいんじゃないかなと思ってます。でこっちに棚がね、できたらこっちの方は割と近いんで、例えば、手引きミルとかダイヤミルとかねゴリゴリするやつがドーンと来るんで、まあ、コーヒーらしさも出るかなと思います。まあでも気持ち暗いような気もするから、よっと、はい、こんな感じでライトを増やしたりだとか、前の家にあったね、棚につけるタイプの上から照らすライトとかもちょっとつけたりとかもできるし、まあカスタマイズはこれからできるかなと思います。でまあ棚を置いたことによってより、壁紙の継ぎ目も、まあ、分かりづらくなったし、いいね。部屋化してきたね。いいね。あ、てかストーブにやかんがかっこ悪い。こういうとこは爪が甘いんで、はい、よいしょ。はい、どうかな。うん、いいよね。でまあ、今後はね、ここから、ドリッパーどれにしようかなとか言って生放送で持ってきたり、この道具の使い方ね、こうでこうでとか、まあ、話のネタにもなるし、よし OK、 とりあえずできました。既製品で、作った棚完成。じゃあさっきも話しましたけれども、今後僕がこちらに、自作の棚を作っていきますんで、それは DIY 動画として改めて出したいと思います。大丈夫かな。初の、ね、DIY になるんで、まあ、まあちょっと不安はあるんですけれども、まあ大丈夫でしょう、うん、まあ、こんだけねかっこよく決めたからさ、こっちもいい感じに締めたいじゃないですか。おしゃれにねコーヒー飾って、うん、行きましょう。よし頑張る。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。